こんにちは、関西洋館のライター新庄です。本日はですね、兵庫県立美術館で始まったジブリの大博覧会をレポートします。一面にジブリのポスターが貼られていますね。こちらが鈴木プロデューサーのスプレーですね。もう再現しますね。こちらがジブリの倉庫です。すごいですね、壁一面というか、もうこのエリア一帯にもさまざまなグッズが並んでます。こちらが初期で作られたトトロのぬいぐるみらしいですよ。